それではウィザードリー強王リメイク、地下10階からやっていく、もう終わりそうね。10階ではジュマティックは使えない。つまりマップを確認する手段が乏しい。マップを確認したければここからマロールで上級、そうすれば座標がわかる、絶対やらねえ。長いから要約すると、お前らは俺に勝てないから右向いて帰れ、ハートトラボーはゴミ、とワードナが多分言っているのだ。リュウサガ版では傲慢なこと言っていたな、ワードナ。自分を俺様という100歳の老人。ろくでもねえ。それでは初の敵、動物系、四つん這いになるんだよ、アクシロよ。多分ゴーゴンだな、多分。先生のうち2点に、弱い。正体もゴーゴンだった。石化ブレスないから雑魚ね。普通のブレスで十分です。偉い人にはそれがわからないのです。偉い人には3ブレスでわからせよう。それは真面目に出会いたくないし、今後も会いたくない。3ブレス君は無能投稿者のサインが欲しいらしいぞ。全身にお経でも書いてて、どうぞ。なんて言っていると宝箱も安全に解除。次、シルエットからして泥棒。どうしても私と戦争がしたいらしいな。そこにいるシーク君がマリサに体があるのはおかしいと。おかしいなら身体に分からせてやる。シークの体になんかよくわからない傷が、これは。太平洋のど真ん中。それは地図なんかどうか。太平洋の地図は青く塗りつぶすだけで終わり、こいつも一瞬で終わり。ゴーゴンも単体だし、強くはない。次、前に出た白神とで終わり。打率は3割7分、高いか低いかは知らない。ドラ一郎は10割、斎藤常時でも8割打者だぞ、6割打ちましたがダメですね。フィクションでも打率8割ってなんだよ。もうこいつに負ける要素ないからカットな。確定名マスクドーマン、これはタイマニンに期待。期待するんじゃねえ。謝れ。ついでにお前の名前の元ネタのレースと JRA にも謝れ。タイマニンに先生、感情3000倍デルトウェイトでフィニッシュです。結局タイマニンはいなかった。日本の幼い少年少女の夢が永遠に壊れてろ。まあ負けないわね。なんか狐みたいなお面。野良の狐はなんかウイルス持ってそうだから、剣はラハリトで消毒よ。エキノコックス射血で治療やめ。さ、よ、な、ら。次は経験値。こいつは無駄に長いからカットでいいわね。こいつ常にロミルは使っています。ハゲの特権を奪う鬼畜。特権じゃねえよ。てかそもそもハゲだって明かりないと光らない気がするが。2体で1万は素晴らしい。開けよう。あんただけ引っかかってくれ。当然パス。即剣なやつ。出遅れれば一巻の終わり。まあ、先生で呪文飛ばないからマシ。あの仕様は続編以降廃止されるレベルのやつだからな。ウィザードリーなんて1ターンでほぼ終わるから、呪文やブレスの先生は危険。ドラクエとかだと1ターンで壊滅って FF のマインドフレアとかぐらいですかね。なんで FF 複製売りました。パソコン版のアップで来ない。知らねえ。講義のボイロ実況の次回作候補に一瞬上がってアップでの関係で消えた。罠は一流毒にする毒針。今さら。10階は一本道で現実が多くはないから、ダンジョンで中断して現実を復活させる。割とよく使うテク。リルサガだとセーブの関係で使えない。ファミコン版だとこれが楽だから1個目の現実で何度も使う。なお、上級呪文、ハゲの吸血鬼が出たぞ。案外生きているものがまとも。このバージョンでもドレインを恐れる意味があんまりないから、ふざけたい放題。そしてこいつもおそらく攻撃アニメーションがない。プロは攻撃した瞬間にわかる。ここでノーリアクションだと多分ない。割と硬いから攻撃を食らう。お前らジルワン使え。それはどっちに向けて言っているんだ。聞きたいかね。何も考えてないです。はい、終了。 GG。 次はふさふさになってで直してください。アフロになってで直してこい。罠はアンチプリースト、僧侶呪文持っているやつを状態異常にする。すぐ帰れるならマシな方。次、術師系の夜遊びは危険ですよ。冒険者に殺されるかもしれないからな。というか前のやつ弱いじゃないか。なんかボスっぽい顔。これは絶対強者という顔。そして残りは移す価値なし。ズームする価値のないゴミ。どうせ性格は変わんないから割といい装備。多分全のキャラがいないと有効的なモンスターが出ない。無難に強い。使うのはこの投稿者だと光栄の僧侶。意味があるかは知らない。多分盗賊の最強の防具の一つ。なんかこれヤバくないか。この編成って、おい多分グレーターじゃないか。まあ、単体なら、せっかくだからラカミと使いたい。グレーターで確定、先制されたー。物理だけなら忍者の方が厄介、破壊光線外して1ターン無駄にしろ。特殊じゃねえか。2世代までは物理だぞ。とりあえずなんとかなった。とりあえず物理攻撃あるのみ、さすがにもうアニメーションはある。盗賊の攻撃が通るわけない。盗賊の担当はよ。グレーターにラカミとは多分4割ぐらいは通るはず。ラカミと、マジでアニメーション長いな。お、キル表示出た。中身とが効くのはいい。コツの試練でも効くようにしろ。残りを片付ける。なんかメガネかけてない。そう見えなくもない。実は金眼説。よく見えないけど銀底メガネ説。絶対違うだろ。この傘、なぜか親近感がある。さすがグレーターの経験値。最後までチョコたっぷり。フライング気味に罠は出す爆弾。全体が毒に、今さら。開かない。この罠なら筋肉解除でもいいのよ。出されたものは全部食べよう。絶対やらねえ。次、ドラゴンゾンビ、臭そう。意外と綺麗、剥製にできそう。すぐ腐るだろどう考えても。大群だったら呪文とブレスで危険だけど、単体なら雑魚。割と呪文抵抗が高い。今回かなり時間きついんだから粘るんじゃねえ。お札剥がせお札。何もかもおかしい。はい、さよなら。喜べ、大群が出たのだ。出ないで、モンティノはうまく効かない。全員先生できたからなんとかなるやろの精神。こいつって50ぐらい HP あるから、マダルト2発じゃないとうまく倒せねえ。おい3体も残ったぞ。これマダルト3発で全滅もあるのでは。いきなりラハリとマダルトでないだけマシ。まあ許容範囲。
ご注文はマダルトですか？ハリトでお願いします。うげえ、30ぐらい一気に減った。おい、これ壊滅まであるぞ。攻撃の要の魔術師系がいなくなったらヤバいぞ。どうせ無効化されるからセーフ理論。とりあえず私はマジ、あとの3人は攻撃で。多分このバージョンの10回は逃げられないしね。物理で殴り倒せないことはない。それでは運命のターン。お前もっと体力減ったやつ攻撃しろ。きっとこいつが一番近くにいたんだよ。ハリトのくせに大層なエフェクト。お前らふざけんな。前傾って知ってる？前衛全滅まであるぞこれ。なんてことだ、もう助からないぞ。まだ霊戦がいればどうにかなりそうだから、とりあえず先制でき続ける限り死にはしない。マジがあってよかったとここまで感じたことはない。戦闘中のまともな回復手段これだけだしね。あとはマジで回復しながら慎重に殴っていく。さすがに怠慢なら全滅まではない。一応なんとかなった。帰るのが楽なのが救い。経験値が集中するけど大してそれに旨味はない。宝箱は一応カルフォで調べる。いけそうな罠だけどやめて。迫真の筋肉解除。まあ、うん。不確定名、武器、これはこのパーティーに意味がないもの確定。誰かを転職させるにしても、クリア後ね。ここの出てくるやつ、ある程度規則性があるらしい。出ないやつの方が多い。その中でワイバーンとかは謎。さすがに失敗はないやろの精神で蘇生。はい、これをこのパーティーで使うことがあるのだろうか。ゴミ、どう考えても焼け石に水。多分ゴミ、QED。ごめへんタイム。ぶっぽつ、ぼつこめ。いつもありがとうございます。お礼に投稿者が使いもしない RTX4090 を買います。ブレスなしなのかワイバン。こんなイメージがある。雑魚。しかも中身とて消えるから弱いなんてもんじゃない。そして FX で溶かした顔に。もう FX にそういうイメージしかない。断末魔。 FX でいいよ、こういうよく溶かした男。よりがみ姉妹は一応神様だぞ。わらわら人里にいる。 FX で溶かしたのはそいつらじゃないぞ。まあ溶かしそうではあるが、二人に見つぶゲームが最近話題らしい。波及は人外のことしか書かなかったような。モコム文書記を雑に斜め読みしたら人間組も書かれていた。持ってたんかい。昔の漫画家はああいうノリの作品を週一で書いていた時点で尊敬できる。ボー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 ボボも結構前なんだっけ。僕的ピックって週刊連載だったっけ。大昔の漫画家だと赤塚不二夫とか本当に頭おかしかった。さすがにあれはダメだろ。わら、数十期の頃に落とし連発。一度見たことないけどなぜかやりそう感が。さすがに世界滅亡エンドはねえよ。というかあの一作で終わるのかどうか。キラがクルーゼみたいになるのかどうか。初期の頃だしもう設定だけで回収しないだろうな。まだわからないぞ。迫力の海スポットが当たれば厳しそう。テレポート引いた。一見安全なように見えるが、9階でもマロールとかないと出られなくなる場所とかあるんだよな。ロックとフェイト。有能上司ならそれも魅力になるから。情熱を秘めた肉体。貴様のやったこと、どんな理由があろうと犬畜生以下だ。先生の大群。先生は攻撃モーション長いから時間かかるんだよな。弱いからワードナと戦う時に出て。うん、使ってもいいかも。そしてこれはブレスレンダの構成。マリクトで一掃したいな。キメラはドラクエのイメージが強すぎる。これモンティの効いてるのか。すまない、アラビア語はさっぱりなんだ。とりあえずブレス組は一掃できそうだな。あ、これ全員呪文封じられてねえな。モンティの仕事しろ。とりあえずこいつ相手ならモンティのかけられなければいいです。やばい、マダルトで仕留められない。ミリタイやめてもろて。この体力ならモンティのされても案外どうにかなりそうだけどね。まあ、ハリトならいい。とりあえずめんどくさいからモンティのやめて。ハリト、さよなら。はい、この後めっちゃ会場手こずった。かなり動画時間かさむ。これは厄介。どっちかっていうと明治の方が危険ね。マカミと忍者は所詮一体ずつしか倒せないからね。割とこの忍者幻想郷でもやっていけそうな外観。おい、お前レベル7だろ。なんでマダルト。レベル詐欺は基本。というかマリサさんの行動順ひどい。速さ18とは。ファミコンのドラクエ2の行動順よりマシだからセーフ。なんかマダルト撃っているが、倒せたからよし。耐久がゴミでよかった。これでとどめ。こんな相手に苦戦するのか。だから魔法系は危険なんですね。ズームする価値なし。今更感がひどい。なんでこいつ相手に等速なんですか。つまり先制されるってことだよ。ネタバレはよして。ブレスあるからヤバいかも。全員に吐かれたら全滅まである。なんかぬるい行動しかしてこない。無能。毒のメイス使わないけどポイズンジャイアントのブレス防ぐのには良かったかも。これあかんだろ。経験なんてことだ。もう助からないのだ。コツの試練では名前を呼んではいけない。マイルキック相手なら先制で殴ればどうにかなるから。マイルキック、正義の刃、覚悟しろ。ポイズンは無視。ヘルトウェイトが怖いからマイルキック優先。これなら私の攻撃でギリギリいけるか。モンティの効かない。うん、さすが呪文抵抗 70%。 これ真面目に全滅まであるぞ。倒せない。テルトウェイトよりはマシだと信じたい。どうせリカバーできるからセーフ。これがテルトウェイトだったら終わりだった。とりあえずセーフ。さすがにポイズンジャイアントを消すべきでは。うん、7だね。マダルトよりマカミとするべきでは。どうせ呪文抵抗 70% じゃ効かねえよ。ギリだ。これであとはなんとかなる。ポイズンなんか太ってね。ダイエットは水の中で歩くとかあるから、深海 3980m で歩いてもらおう。謎のやられモーション。ポイズンにマカミと効く作品でよかった。犠牲なく突破。素晴らしい経験値。マイルキック本体の経験値しょぼくない。
なんか宝箱出るの遅かった。罠はよくわかんないやつ、とりあえず全滅はない。しっかり3レベル吸われております。ソード、これはミキサーに期待したい。なんか名前が変わっているらしいしな。前にこのロード画面でワードナが出た、割とハゲ。ワードナもアップル2から40年経ってハゲたんでしょ。1万なら安い、最悪ビショップでどうにかする、すごい多分私の最強の武器だ。ジャイアント?ポイゾンジャイアントはさっき識別したはずだが。ああ、経験値のない雑魚だった。なんかグラフィックが独特、ファミコン版とかとは違うな。乳首解禁せず、基本的にこいつは雑魚で経験値もしょぼいからどうでもいい。なんでこいつだけ経験値が2000とかなんだよ。マカミと聞かないし実は巨人族ではない説。巨人族ではないなら半身族説。次の米編、これ1パートじゃ終わらない。ヒゲの配管工のことかと思ったぞ。ヒゲの配管工は確か26だ。見た目より若い。みんな魔界帝国の女神見ようぜ。結構な金取るな。1万とか安すぎますね。結局蘇生代も変わんなかったからな。金でドレイン踏み倒せるとか破格する。ドレインで吸われた分をイハロ以外で戻すってどういうことやろ。飛行をついた説、金のために編み出したカントジーンの秘術だろう。これで帰れない状況の時以外は死亡と同じ程度の怖さにランクダウンしたのかな。いや、レベル減るだけなら死ぬよりマシまである。金なんて余っているからな。ということでこのパートからドレイン持ちの扱いが適当に。水横間漫画ではロクとフェイトで全裸ネタが鉄板だったしな。そうだよ、ゴツの試練とかでの回廊は良かったと思う。イブシギンの剣豪爺さんの方が好みだな。せやな。でも出るときはなんとなくある程度若い姿になりそうな気がする。お、そうだな。当時から評価やバカったらしい。ダラダラ見たり、流し見にしても耐えられないものはある。これを VR ゴーグルで見よう。やだ。新しく作られたやつが沈んだとか別の場所から誘拐されてきたカーネルって話だったかな。カーネル沈みすぎだろ。探せばきっとドナルドもいそうね。食い倒れ人形かもしれない。米編終了。この後どうでもいい大分に先制された。粗大ゴミ、戦士最強の防具、普通に使う。それじゃあ今回は時間が押しているしここまでね。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ったらニコニコならフォローといいねを、両つべならチャンネル登録と高評価をお願いします。多分言い忘れたが10階のマップは6つの現実がある。一本道でそれぞれの現実に帰還ポイントがある。